82丁目、ジャクソンハイツ駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅である。クイーンズク・ジャクソンハイツの82丁目と、ルーズベルト・アベニューの交差点に位置し、7系統が終日停車する。この駅は1917年4月21日に、IRT、フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともに開業した。駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効長を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有している2面3線の高架駅で中央の急行線は ラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が通過する。ホーム上には茶色の屋根を支える緑の柱が立っており、ホーム両端の屋根のない部分は外壁もなく腰付近の高さの黒いフェンスが代わりに設置されている。駅名標はニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白で、82ストリートジャクソンハイツと書かれているものがあり。 ホームの改札外への二つの階段の間には外壁に大きく82と書かれている。駅の出入り口の階段は木とレンガで作られており、床はコンクリート製である。改札外中央に切符売り場があり、改札外両側に計2カ所改札口がある。両改札口には回転式改札機と各ホームへの階段がある。ありがとうございます。